はい、よろしくお願いします。えー、はい、これで PPT 見えるんでしょうか大丈夫でしょうかはい、見えます。はい、よかったです。えー、はい、じゃあ、えー、皆さん、えー、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。ホル r ー d a v i と申します、えー。今日の最後の発表になりますが、えー、もう少し頑張って聞いてください。えー、まず最初にちょっと、えー、自己紹介から。 えー、始めたいと思います。えー、私はそのケレティニア・ベキシコライ東洋言語学校という、えーそのまあ、中国とか日本語とかを、えー、中心とした言語学校でもう7年間ぐらい教えていますが、えー、今までかその教師の仕事を始める前に公式 教授法などその教師の仕事のあり方などを全く勉強したことがなくて、えー、そのなんかさっき話したように、えーとのえー、エツシローレン大学の,そのなんか教師課程 コースが始まってすぐに <laughs>、えー、申し込みました。えー、そしてその他に、えー、ハンガリー日本語教師会でもいろいろな活動をさせていただきます。特になんかスピーチコンテストの、えー、実行を手伝っています。えー、そうですよね、今日のなんか発表のきっかけなんていえば、さっき言ったように教師課程に入ってからなんか普段授業でやっていることは本当に 一番いい方法か、他に何かいいやり方があるんじゃないかと本当にえなんか考えるようになって、そこに多分なんか教師として一番目に出てくるのは文法の指導とか、何かその学生の指導だと思いますから、このテーマをすぐに。 えー、発見しましまた、えー、そうして、えー、実は小野先生が、えー、4年ぐらい前にか大学で、えー、文法を教える必要があるかないかについて、えー、発表を、えーえー、したんですけれども、えー、それを聞いてか大学はもちろん仕事で使いたいから 勉強する人が多くて、えー、文法はあった方がいいと思いますが、えー、他の環境で勉強している人例えば、えー、なんか語学学校とか自分で勉強している人は、えー、文法の指導についてどう考えているか、えー、もっと理解できるようになりたかったと思いましたそしてそれで調査を ちょっと行ってみたんですけれども、その結果を今日発表したいと思います。えー、発表の流れといえば、大、え、体、ー、いいこんな感じになると思います。そうですね、テーマを選んだきっかけは、今話したんですけど、それともアンケート調査の、えーんかうん、ことについて、えー、ちょっと説明したいと思います。そして、その後結果のちょっと だけの分析そしてその結果から分かったことを授業で、えー、どう活かせるかとあこっちに今日今日は今日はと書いてしまったんですけれどもそれ提案提案って、えー、書きたかったんですじゃあ、えー、まずまず最初にこれ語学学校の他の教師ともう話したんですけれどもなんか明治的文法指導 なん,かなんかハンガリー語だとなんかズヴトレヌニャフタンとかそのなんかマジュル語でエデレスニャフタンとかいろいろ使っていますが、えー、その明治的文法指導っていえばいっぱい頭の中にか何が浮かんでくるかは、えー、ちょっと話し合ったら結構差があると思いました、えー、だから私はここの、えー このマカロとマステマンさんの定義に基づいてこの調査を 行いましたこれは英語なんですけれども簡単に、えー、まとめるとその明示的文法指導っていえば文法とか文系のパターンについて、えー、語学学の用語とかを使って、えー、発言のコンテクストや目的をあんまり考えないでその文法をそのまま説明するということなんですよね、えー、こういう考え方は今はちょっと 議論が続いているんじゃないかなと思いますよ。時になんかクラシアンさんのいろいろな論文で、えー、これはやらないべきと書いてあるんじゃないですか。えー、そしてやっぱりそのなんかバランスを取った方がいいんですかそのした方がいいんですかしない方がいいんですかそれいろいろちょっと考えたいと。 思いますじゃあ、えー、アンケート調査についてなんですが、えー、Google フォームを使って、えー、この調査を作ったんですけどそれから語学学校で他の先生のクラスにシェアしてそして Facebook でいろいろ日本語学習者が集まるグループにも、えー、シェアしたんですけど、えー、最後はやっと、えー、264人が えー、回答を送ってくれましたそしてその後、えー、もっと詳しく、えー、ちょっと調べるっていいですか調べるために、えー、私と他の語学学校の先生の生徒の3人とインタビューを行いましたいろいろな環境で勉強する人の意見を聞きたいという、えー、目的で アンケートを作ったんですけど、それは達成できたと思います。えー、これ、ちょっとなんか勉強する期間についても質問もあったんですけれども、高校は10人、語学学校は74人、プライベートで勉強しているのは50人、大学で124人、えーうん、から、えー、回答を。 もらったんですけれども、これはも,もちろん全部足すと、えー、264を超えてしまうんですけれども、それはなんか、えー、選択肢がいくつかも大丈夫だったからなんですよ。そのなんか計算が,、えー、が間違えてないんですよね。いあ、すみませんでした。えー、そしてやっぱりなんか回答者の、えー、なんか 75%は女性、24%が男性、そして年齢も結構バラバラ13歳から25歳以上まででした。これは特にか高校生、大学生、社会人という3つに分けました。えー、じゃあ、回答でどんな、えー、あ回答じゃなくて、そのアンケートでどんな質問を聞いたか。 っていうと、それはまず最初に、えー、今ご覧の通りです。えー、まずは学習者が文法についてどう思っているか、えー、聞いてみました、えー。スライドが多くなるので、ここで述べない質問も十分ありますが、えー、他にはなんか文法が面白いですが、なんか文法をもっと知りたいから日本語 勉強を熱心にしますかみたいな質問も、えー、入っていました。そして回答を見るとなんか文法を詳しく知らない言葉気になるかという質問なんですけど、これはハンガリー語のザワールという言葉を使ったんですけど、そなんか気になるとか不安になるとかイライラするとかいろいろな,なんか、うん、意味で使われているんですけれども、えー、やっぱりこの回答を見ると、えー 学習者の多くは、えー、文法を知らないとんなんかネガティブな感じができてしまうということが分かると思います。えー、そして他の質問に教師が文法を説明するのが大切だと思いますかを聞いたんですけど、えー、そこも圧倒的に、えー、説明してほしいという回答が、えー、出ました。 もうちょっとなんですけど、えー、次にどうやって文法を効率よく習得できるか聞いてみました。えー、ここもまた、えー、教師が例えば例文を使って説明して、あとは教科書に例文を使って書いてあった方がいいと思う学習者が圧倒的に多いんですけれども、か文法は自分で 発見できるか、自分で理解できるようになれるかという質問には、えー、ちょっとなんかはっきりとした答えがわからないんですよね。だから、これから、えー、この、うん、ことから学習者が、えー、なんか自分でも文法を習得できる。えー、なんか教師に言われなくても、えー、文法を学ぶことができる。 という自信がないことが分かると思います。そして、えー、最後のグラフのスライドになるんですけど、えー、文法を知らなくてもコミュニケーションができるかと、えー、聞いてみました。これは前のスライドの、えー、そのバリアと大体同じなんですけれども、なんかそう思っている人とそう思っていない人もいるんだけど、ほとんどはちょうどその中は。 半分,半分ですよね。えー、そして他には、えー、授業で文法にこだわりすぎるか、そのなんか本当にたくさん時間をかけていると思うかを、えー、聞いてみましたそれ。そこにもほとんどの人がそうではないと、えー、書いてありました。えー、この2つの、えー、質問を、えー、入れた。 私の個人的な経験なんですけれども、えー、特に大学の授業とかで、えー、授業でなんか文法の説明をするばかりで、えー、本当にそれは効率がいいかなという話がなんか学生同士でも出てくるんですけれどもなんかやっぱりのアンケートの結果を見ると、えー 大学でも授業で文法の指導が多すぎると思う人は、えー、あんまりいないんです。そしてやっぱりこの質問、えー、からはなんかそれともそれ,それだけで文法,なんか文法を理解できるだけでは、えー、コミュニケーションができるって思うこともあ、うん、多分なんかちょっとだけ推測です。 できるかなと思いました、えー、そしてその次に、えー、ちょっとアンケート調査のコメントとインタビューから、えー、特に面白いと思った、えー、発言をちょっと述べたいと思います。はハンガリー語もあるんですけど日本語に、えー、してみたんですけどその翻訳はなんか100%あって。 なわないこともあると思いますが、それは、えー、申し訳、えー、ございません、えー。じゃあ、この3つの発言では、えー、学習者 が文法指導についてどう思っているか、その期待しているかに関係ある発言を、えー、選びました。なんか最初なんですけど、この話し合うだけで教師は何の説明をしない語学学校に通ったことがあるけど、全く進まないと思って1ヶ月で辞めたという、えー、インタビューでの、えー、コメントがあったんですけど、これは他の学習者もどんどん語学学校で聞いてます。語学学校に来る人は、語学学校に来る人は、まあ 語学学校で日本語を勉強する人は、えー、その語学学校が初めてじゃないことが多,く多いんですよなんか。例えば、その前に 2, か2年ぐらい語学学校で英語を勉強して、えー、やっと国家試験ができて、これから日本語を始める人も結構いるし、えー、なんか高校生でも、えー、なんか なんか英語とかドイツ語ができない限り、親は日本語をあんまり勉強させたくないこともありますが、語学学校の生徒同士でも学生同士でもなんか文法をえ大切にしない、文法を教えない語学があるんだけど、それはえ良くないと、そういう話をなんか聞いていることがよく。 ありますそしてこの2、えー、つ目から、えー、なんかハンガリーの独特なシチュエーションも分かるかなと思いました。えー、こういうなんか明治的文法指導の論文はよく例えば何か目的語が一般語母語として使われている都市にも の研究に基づいていいいてるんじゃないかなかと思います例えば日本にいる外国人の場合はもちろんんかたくさんのインプットがあるのが、えー、当然なんじゃないですかなんか周りを見るとどこでも日本語ばかり書いてあるんですけど、えー、クラスでなんか文法指導にあまり集中しなくても、えー な,な,なんて言えばいいんですか主,主張しなくても、えー、それがいつの間にか身についてしまう、えー、というパターンがあるんですけど、ハンガリーに住んでいる、えー、日本語学習者は本当に何かアニメを字幕なしで見たいとか、漫画を読みたいとか、えー、日本の何か料理番組を YouTube で見たいとかと, <laughs> と言っている人が多くて、えー、インプット 人はある程度あるんだけど、話す機会とかはないんですよね。だからコミュニケーションにも、えー、そんなに力を注いでないと思うし、えー、なんか本当に一歩ずつ一歩ずつ、えー、なんかルールごとに進みたいという人も、えー、たくさんいます。そしてこの他のスライドでは、えー、なんか 文法についての不安、えー、文法の間違いが起こしてしまう不安についての発言を、えー、まとめました、えー。最初はちょっとなんかち,ょちょっとだけありえない話なんじゃないんですかね。多分なんか簡単な文法,を、えー、文法の間違いをしてしまえば、えー、なんかこんなに激しい 反応は出ない <laughs> と思いますが、えー、この学習者はそれを非常に心配しているのが分かると思います。そして、このインタビューでも、えー、ルールの自信がなければ使いませんというちょっと否定的な、なんかちょっとなんかネガティブな、えー、コメントがありました。では、えー、まとめると、えー、このいくつかのことは 分かったと思いますまず最初に学習者は、えー、授業での明示的文法指導を期待していることが明らかです。そして授業がニーズに合わない場合はモチベーションが下がる。これも、えー、っとなんか言語学をやめた、その文法に十分な力を下げた。 力を注いだ教師があまりいなかったというコメントから分かるんです。えー、ただし文法を並うだけでは成長できないと思います。これは他の質問に出たんですけれども、やっぱりなんか えー、文法はコミュニケーションの基本だと100%そう思っている人は結構少ないんですね。えー、そして文法のルールをちゃんと理解しないと不安になるし、成長しない気がすることもあるという、なんかちょっと当たり前なことなんですけれども、えー、この調査,調査は、えー、これをちょっと支持されていると思います。 それでは、えー、実際の教科書で文、教科書じゃなくて教室で、えー、明示的文法指導はどういう形で行えばいいかってちょっと考えると、えー、やっぱり極端を防ぐことが大切じゃないですか。 明治的文法指導が大切だからそれしかやらない。えー、文法的あ明治的文法指導では成長できないから全くやらないとかじゃなくてそのバランスを取るのが大切、えー、だと思うし、えー、そしてなんか文法のほかに活動もそして大量のインプットを、えー、学習者に提供することも大切だと思います。 思います、えー、そして、ここのなんかバランスを取る方法としては、多分まず最初になんか新しい文型の時とか文法を教える時とかは、えー、まず最初にすぐこれはこうですよ、例えば手形にこれをつくとこうなりますよ、こういう意味になりますよと説明するんじゃなくて、えー、それはまず最初になんかその例文をそのまま学習者に見せて、 それから、えー、その文法の使い方はどうなるんでしょうかをちょっと推測してもらってから、えー、明示的に指導するというのがいいんじゃないかなと思いますそして後の復習の時とかなんかここまでの読書読,読解のタスクとかでは、えー これ、いくつかの文系が出たんですけど、みんなこれ、それぞれの意味が言えるんですかのように、えー、理解がついているかチェックして、そこに実はなんか文章にはなければなりませんがたくさん出てきたんですけれども、これはやっぱり、例えば行くの場合は行かなければなりませんですよね。じゃあ行くからどうやって行かなければならないに。えー 何かつくかを学生にまた推測し,まし,推測してもらってそこでまた、えー、実はこれは内見に基づいているんですよみたいに、えー、モチベーションとか安,安心感を上げるために明示的に、えー、説明すればいいんじゃないかなと思いました。えー 本当に大体これで終わりなんですけれども、ご清聴ありがとうございました。えー、なんか新しいこととかた当たり前なことばかり、えーあたえー、言ってたと思いますが、えー、聞いてくださって本当にありがとうございました。ホルバー・ダービッド先生、ありがとうございました。